チャオ、あっちゃんです。今日ちょっとね、朝から赤サムネで警告っていうことでね、動画上げてんけど、ちょっとあっちゃん言い方きつかったかもわからんけど、ちょっと何人か心配してくれてて、メッセージくれててんけども、ちょっと追記で話、それと今日朝からそうね、アコが動いてて、でそれで追加の情報を一緒にちょっと話しようかなと思ってんねんけどもね。実際掲示板ちょっとね今日は見てないんやけども、数日見た中で写真をまあ貼り付けられててね、でその写真の中にまあアコも含まれてんだけど、1枚だけかな、あちゃん確認した中では。あとはね、アコじゃない人の写真を貼り付けられてるのね。それ肖像権違反は肖像権違反だけど、その人がね全く事実無根の誰やねんっていう人が貼られてるから、そのねえ、その人にも迷惑かかるんでね。やねんけども、アコの写真は、あっちゃん確認した中では1枚だけやった。あとは違う人の写真がね、まあ、外で貼られてる、写真撮られてるやつで、ほとんどがアコじゃない。なんでそれを貼られね、一人ね、もうアコどころかね、女ですらなかったからね、おっちゃんの写真貼られてたからね、映り込んどって、これおっちゃんやんか、みたいな。なんかね、うん、ガラスに映り込んだ写真、これおっちゃんやんみたいなちょっと笑ってしまうんだけど、まあ、それ笑っとったらあかんねんけども、まあ、そんなんがあってね、その件についてちょっと相談してるのとね、それとアコのタイムラインの写真を無断転用、これはもう完全な著作権法違反になるんでいけますよっていうことなんで相談しててね。でアコもね、警察に被害届け出したんやけど、その前に弁護士に相談してるのね。で弁護士介入した上で、なんていうのかな、弁護士介入の上で、警察に被害届を出してるんで、でアコはやっぱりその、東京の弁護士さんで知り合いがいてたからね、知り合いがいてたっていうか、その、まあ、前の職場のね、やっぱりその顧問さんとかもいてるんで、その絡みでネットに強い弁護士さんをのところへ相談に行って、そういう動きになったよ。で、あっちゃんもまあ弁護士さんね入れようと思って今ちょっと探してるところやねんけども、あっちゃんがね今今日昼間にもちょっとね弁護士さんの方から電話があって、何人かの弁護士さんとアポ取ってね、で話しとったけど、ネットに強い弁護士さん探してんのよ。で奈良でやっぱ会える弁護士さんの方が、行って事務所で話する方がいいしね、東京の弁護士さんはやっぱ強いね。さすがにやっぱりね、もうちょっと話、直接じゃないけどね、あこから聞いた話の中では、もうすぐ、あ、それはいけますよ、これはダメですよ、これはやれます、これはやれませんとかね、これやれます、私自信ありますとか、そんな感じのことだけど、奈良の弁護士さんは、まだやっぱりそのネットにはあんまり詳しくないんよなって、YouTube って何から話していかなかんねんけど、向こうはやっぱりそういうね、配信の誹謗中傷多いみたいで、案件が多いからねって話をしててくれたみたいでね。で、それで、あこも弁護士介入した上で警察に被害届け出してんねんね。で別にこれは脅しでも何でもなくね、だからお前ら待っとけ、すぐにでもその中の誰か行くぞみたいな話じゃなくね、そうならないためにもね本当に気をつけてください。あこは一応まあ被害届として地元の方の警察に出しとんだけどね、あんちゃんもねやっぱその東京にあんちゃんが住んでたらね、サポートしてあげられるし、で自分のことに関してもやっぱりね、あんちゃんもゼロじゃないのよ。虎ノ門に弁護士知り合いてね、昔ちょっとね車の事故のことでねお世話になった弁護士さんが東京にいてのね、虎ノ門にね。でその人に連絡取ったら、その人はねネットのことはねやったことはあるけどもあんまり詳しくなかった。でその人もね行ったんよね、虎ノ門まで。でまあ大変でしたわ、新幹線で往復して日帰りで行ってきたんやけどね、まあその人からの絡みで紹介できんことはないけども、その人もともとこっちの方でしたね、愛知の人やねんけど、でこっちの方でも知り合いおるからな、でもな、でやっぱりネットに強いとなると東京やからなみたいな話やってね、で奈良の弁護士さんでちょっと探してんねんけどもね、なかなかいてない状態やね。だからあっちゃんはね、でまあアコの方に関してはね、ちょっとあっちゃんの件も聞いてよって聞いてもらったりもしててね、で、まあ、直接あっちゃんはその弁護士さんとは喋ってないんやけどね、だからまあ心強い返事をもらっててんけど、アコの件とあっちゃんの件ってね掛け持ちで並行してもらうのもちょっと違うと思うし、であっちゃんはあっちゃんでね、やっぱりそのお金の面もあるしね、で距離の面もあるんでね、できたら奈良の方で弁護士さん探そうかなとは思ってんねんけども、でまあね、前に相談してた弁護士さんと他の弁護士さん数人にちょっと今相談かけてんねんけどもね、
その中の一人がね結構ええ感触で返事はしてくれたんよね。でただその人はね無料枠がないのよだから1時間いくらとかって払ってね、1時間30分5000円か6000円かな払わなあかんからちょっと大変かなと。で電話でね、まあ、10分程度やったらいいよ無料でって言うぐらいだから10分程度ちょっと話してんけど、10分程度言いながら30分ぐらい喋ってもうてんけど、まあ、そんな感じでね動かそうかなとは思う、動かすというね、あっちゃんの方は動こうかなと思って、弁護士さんにもお願いしようかなとは思ってんねんけどもね、うん、で告訴状をね警察に持っていかなあかんのよ。で前は告訴状ね警察書いてくれてんけど、今回ちょっとねあまりにも警察もあっちゃんだけのために動くことできへんの で告訴状あっちゃんに作ってきてよって言われてさ、弁護士さんに聞いたらまあまあびっくりするような金額やったからね、どうしたもんかいねとは思ってんだけどね、まあそこのところどうしたもんかいねじゃなく、その金額出してもやらなあかんから分割にしてよって頼んでんねんけどねまあそんな話どうでもいいんだけど、まあそんな感じでね、アコはね今警察介入というかね、警察に今被害届を受け取ってもらってるんでね、ね、アコのことを書いてへん人は心配いらんのでね、心配しないで、私書いてないと思うんですけどってメッセージくれとったから、思うって書いてなかったら大丈夫やから心配しないでねって返しといてんけどね、心配しすぎですよ。でも本当に書いとる人はね、やっぱり人としてやっちゃあかんことなんでね、まあこれからもね、あっちゃんは時々見るし、監視した上で、あまりにもひどいやつっていうのは、これダメだよねっていうやつには警告入れていくんでね、掲示板ずっと見てるわけじゃないんで、パッと見た時にダメなのが見つけたらちょっと警告入れたりもするけどね、ほんと気をつけてくださいね。ほんと、あっちゃんをターゲットにしてね、言うのはあれやねんけども、そうじゃなく、あっちゃんの大切な人たちね、子供とか、あことかね、を、やっぱり攻撃するのは違う、人として違うんで、ね、やらないでください、であっちゃんはねやっぱりその昨日もちょっとね相談かけとったんやけどね、大元をやっぱり止めないと止まらへんっていう話なんでね、ちょっとこう動いていかなあかんところもかなりあるんでね、それと今ちょっとねあっちゃんの告訴状ちゃうわね、検察庁のやつあれ待ってね、公開していいか聞いとるんでね、近いうちに公開しますね、返事もらったんでね、まあ、それ待っとってください。はい、ということで今日のあっちゃんのまあ雑談になるのかな、まあアコに対してのね誹謗中傷が最近増えてるんでね、やめてくださいっていうお願いの動画です。だから警告、別に厳しい話でもなく、アコとか子供に対してはやめてください。であっちゃんに対することである程度まではねよしとするけども、あまりにもひどい、言われのない、まあ、侮辱程度は仕方ないかなとは思ってるんやけど、名誉毀損に関してはちょっとやったあかんことなんでね、そのあたりに関しては厳しくあっちゃんもやろうとは思ってるんで、まあ、大元を止めることが先決です。はい、ということで今日のあっちゃんのまあこれ何の動画かよくわからんけどね、まあさらっとお話をしてみました。ではこの話を見てくれた方、ぜひぜひあっちゃんの大切な人に対する陰口悪口、書き込みやめてください。お願いします。